you mm -hmm. こんにちは絵描きのレミです。お久しぶりです。あの、3週間ぶり <laughs> かな。ね、YouTube アップというか、撮るのが <laughs>。はい、本日はね、こちらの絵をご紹介させていただきます。ね、いよいよクリスマスシーズンがね、スタート。 しましたしました。<laughs> し,し,た <laughs> したのかなあの街ではね、もうクリスマスミュージックも流れてるし、クリスマスグッズというか、プレゼント用のね、グッズとかもたくさん販売、ね、され始めて、いよいよっていう感じになってきました。先週からね、東京もぐっと寒くなって、先週ちょうど母が遊びに、ね、先週の頭から遊びに来て、 でその時に、それまですごい暖かくて、で急に冷えたもんだから、風邪ひいてしまいまして。ね <laughs> 結構寝込んでおりました。<laughs> 皆さん、体調はいかがでしょうかねあの、ちょっとね、絵のご紹介した後にですね、ちょっと風邪ひいた話をできたらなと <laughs> 思っております。ご興味ある方は <laughs>、最後まで聞いてください。<laughs> はい、早速ね、 絵の紹介をしたいなと思ってるんですけど、えっと、今回はね、F4 サイズキャンバスって、ちょっとちっちゃめの、いつもよりちっちゃいかなもう、よいしょ。あ、この間と一緒かな。はい、こんな感じになっております。クリスマスです。ね。ね、今年クリスマスの絵描けるかなと思ったんですけど、ちょっとあったかかったじゃないですか。そう、あったかいとね、気持ちがなかなか <laughs> 乗らない <laughs>。クリスマスって感じにならなくて、でもあったかいながらも、 クリスマスミュージックかけながらね、書いたんですけど、そう、クリスマスね。私もなんか、四季全部好きなんですけど、クリスマスもほんと大好きで、そう、なんかね、すっごいワクワクするんですよね、クリスマスね。<laughs> どのシーズンも言ってる気がするけど <laughs>。はい、F4 サイズキャンバスなんですけど、えっと、横が33.3センチ。333。で、縦が24.2センチですね。うん はい。で、いつものメッセージを、あ、タイトル、タイトル、タイトルからいきますね。<laughs> タイトルが The World of Christmas、はい。クリスマスの世界ですね。The World of Christmas。じゃあ、メッセージを見ます。優しくて、間違った、いきなり間違った。すいません、やり直します。暖 <laughs> かくて優しいクリスマスの世界。家族は笑い合い、人々は愛を分かち合う。 世界が平和で優しいクリスマスの世界のように私たちの心の中にある愛で一つになっていくというねメッセージをつけました <laughs> そうなんかねこう私がこうなぜそんなにクリスマスが好きかっていうものの一つになんかねこう日本日本のクリスマスってどちらかというとこうなんだろう わかんないけど、本当に人によるとは思うんですけど、ちょっとね、カップル同士のなんかこう、クリスマスと言ったらカップルで、みたいな、<laughs> 会う、みたいな、なんかロマンチックみたいな、なんかね、そんなイメージがあると思うんですけど、でも、こう、私の、私ね、ほら、アメリカに5年半行ってたっていうのもあって、こう、どちらかというと、こう、海外のクリスマスの、こう、イメージがね、強くて、で、もちろん、こう、クリスマスって、 ね、キリスト様が生まれてっていう、こう、宗教から来るものの、ものなんですけど。でも、こう、日本でもお祝いされたり、結構、こう、世界中でお祝いされてる、なんだろうな、ものになってきて、ね、宗教強いところは、すごいがっつり、キリスト様って感じなんですけどね、宗教の学校行ってたんで、そんな感じだったんですけど、でもなんか、そういうのにかかわらず、 なんか知らないけど、楽しそうだから、なんかクリスマスだからお祝いするみたいな。なんか知らんけど、美味しいもの食べて、クリスマスプレゼント交換するみたいな感じに、まあ、要はなってるところも多いと思うんですよ。で、根本が何であれ、なんかその温かい雰囲気だったりだとか、お祝いムードだったりだとか、そういうのがすごく、なんか好きでね、こう、 特に海外の、海外とかでは、その日本とのカップル同士で過ごす時間というよりも、家族で過ごすっていうことが結構あって、その、やっぱり、あ、なんかこう、家族が集まって、でもその家族って言っても、本当に血がつながってるとか、そんなんじゃなくてもいいと思ってて、こう、本当に普段大切にしてる人たち、こう、が集まって、ワイワイしたり、 本当にね、12月ね、クリスマスって12月のね、ほとんど終わりだから、1年間ありがとうの気持ちを込めて、皆さんになんかこう、お互いにね、ありがとねって、来年もよろしくねっていうような、こう、まあ日本で言うと年末年始みたいな感じの世界バージョンのもっとなんかプレゼントしたり、こう、大人から子供までこう楽しんでるみたいな、なんかそんなね、イメージがあって、で、 まあ世界的にもね、やっぱりそういうふうなお祝いムードになるからかね、一回、一回っていうか、なんかど、ど、何の、どこの何のお話だったかちょっと覚えてないんですけど、こう、戦争をやってた時期にね、戦争やってた時代に、 クリスマスの時期だけ、クリスマスの日だけ戦争をやめないかっていうのを、なんか相手の、こう、なんかこう戦争し合ってる戦場戦、戦、地上戦かなをやってて、どっちかのね、戦士が今日クリスマスだからやめようぜみたいな感じで言って、ああ、そうしようそうしようって言って、なんか、ね、こう、みんなで仲良く過ごしたっていうお話があって、もうどこで聞いたか何の話だか全然覚えてないんですけど、 本当に、ね、その後どうなったかも知らないですよ。でも、なんか、なんだろう。そういう、ね、本当に特別な日で愛し合う日だから、楽しもうねって、みんなで、そういう戦うのやめようって、なんかこうなるのってすごい素敵だなって思った記憶があって、なんかクリスマスってそういうところあるなって <laughs>、なんかわかんないけど <laughs>、あるなとも思っていて。 でで今回そのメッセージの中に家族って入れたのも結構まあ意味があって今現在こう家族がいたりなかったりする方って結構まあ多いと思うんですけど私こうマザー・テレサの言葉でこう世界平和は家族からっていう言葉があってね <laughs> そう家族が仲良く円満で笑い合っててその 笑顔で過ごし合うというか、こう、安心して幸せで愛で溢れた家庭から世界平和は広がるんだよっていう言葉がもう結構ずっと好きで。で、なんか、クリスマスってなんかそういうのを表してるなっていうか、こう、なんかそういう温かい家族のつながりがあって安心感があるからこそ、その外でも、こう、友達とか、 会社とか仕事とかんでもそうなんですけど、外とのつながりも愛を持って接することができるというか、ね、なんかそのベースがあるというか、ベースができるというかね。で、結局それってどんどんこう、つないでいくものというか、もし自分のお家がね、そんなになんか暖かい家庭じゃなかったとしたら、じゃあ自分がどういうふうに暖かい家庭作っていけるのかなというか、 まず、その、ね、暖かい家庭で、を作るということで、なんだろうな、世界がどんどん広がっ、なんか愛が広がっていく世界になっていくと、もう本当に思ってるというか、そう感じてるというか、そんな、そんなもんというか <laughs>、いい意味でも悪い意味でもというか <laughs>、ね、だから、なんかそういう本当に目の前にあるもの、 目の前の一番近くにいる人たちを大切にというかをなんかしていけたらなんかね世界が広世界がもっともっと平和に幸せに温 <laughs> かくうんなっていくんじゃないかなって思っててなんかそんなこの絵を見ててなんかそういうもののインスピレーションを感じたというか湧いてきたというかなんかクリスマスってそういう時期だよなってうん。 思っったんですよね,、はい、ねちょっと日本のクリスマスの概念とはちょっと違うのかなとも感じますがでも、ね、クリスマスマって楽しいですよね <laughs> あ,なんであんなに楽しいんだろうなって思うんですけど。はいでまあ、ということで、あのー、家族が笑い合って幸せでそこで愛を感じてそこから世界に広がるよっていう絵でした。 ね、ちょっと今日はね、追加で風邪ひいた話をしよ,しようかなと思うんですけど、ね、そう、風邪ひいてね、私、あの、<coughs> 最近あの、東洋医学にハマってて。<laughs> そう、で、風邪ひいてる間も、ね、なんで風邪ひいちゃったんだろうなとか、まあ、寒い格好して歩いてたからなんですけど、<laughs> まあでもね、こう、昔からちょっと私疲れやすかったり、 で疲れやすいからこそ、ちょっとね、昔の前やってた仕事すごい好きだったんですけど、うんいや、仕事好きだったんですけど、やっぱ体力的に無理だなって、その、なんか、うん、本当に好きだったんですよ。本当に好きだったけど、やっぱり、うん、できないことも、やっぱりこう自分の体質とかね、こうしたら自分がうまくやれなくなるっていうのがなんとなく分かってて、で、 切り替えないといけなくなって結局今絵の仕事をしてるんですけど。で、まあそれはそれですごく良くって。まあ自分を分析しながら今生きてるんですけど。で、その、まあ疲れやすいっていう体質をね、今回改めて東洋医学でね、振り返ってみたりとかしたんですよ。えぜひね、皆さんも東洋医学 <laughs> 調べて、なんかこう不調不調がある時に東洋医学めっちゃ面白くって。 そう。なんかね、昔、小学校ぐらいの時に、不眠に悩まされたことがあって、ね、あの、家族は知らなかったかもしれないんですけど、もう夜中2時、3時とか起きた時に、い、もう1時間ぐらい寝られないとか、ね、2時間寝られないとかあって、で、どうしようもないじゃないですか、子供の時って <laughs>。で、学校に行くと眠くなるし、みたいな。で、なんか、その時に、ちょうど、 立ちくらみとか、もうすごかった時があって、で、その時とちょうど被ってたのかなそう。まあ、昔から結構立ちくらみはよくするタイプなんですけど。で、そういうのとかちょっと振り返った時に、で、なんか、こう、なんか結構、まあ、疲れやすくて、な貧血気味っていうのあったんですけど、そう、東洋医学調べた時に、やっぱ貧血気味の人って、貧血になってる人って、夜寝られないんですって。<laughs> 寝られないっていうか、なんだろう。うん。なんか、 ぐっすり寝られない眠りが浅くなっちゃう。そう。で、その傾向合ってるわ、と思って。<laughs> そう。なんかね、やっぱりそういうのを調べてた時に、なんかこう、自分の体の傾向がわかるというか、その、なんだろう、心から体に影響することってあると思うんですよ。考え方の癖とか。そう。なんかね、その、東洋医学のやつ見てても、やっぱり怒りとか、 悲しみとか、それぞれの感情が強すぎたら、どっかの臓器に影響するっていうのがあって、病気になりやすかったりね。そう、あって。でもこれ逆もしかりだなと思って。なんかこう、食生活って、ここが、なんか、例えばまあ、お酒を飲みすぎで、肝臓がやられ、やられてるというか弱くなってるっていう人ってやっぱ起こりやすかったりとか、そういうね、なんかね、腎臓が弱ってる人は、 こう不安になったり怖くなったり恐怖心がね湧いてきちゃったりとかするですって確か合ってるはず <laughs> 違ったかなそ,んなそういうふうにこう臓器によって臓器が弱るとそういうふうな気持ちが出やすくなるっていうのもあるしそういう気持ちを考えることでやっちゃうことでその臓器が痛むっていうこう両方からあるらしくってそ,うそれをねこう整えていくバランスを取るっていうのはね大事。 らしいんですけど。で、今、私は、血が足りないということで、ね、鉄分取ったり <laughs>、程よく運動したりして、ね、整えてるんですけど、そう、なんかそういう風に、まあ、風一つ引いても <laughs>、無駄にしねえぞ、じゃないけど <laughs> で、せっかく風引いたから、風引いたなりの学びを得ようと。<laughs> そう、なんか熱とかも全然出なくて、原因、 もうなんかねすごい疲れ果てた風って感じだったんですけどそうねまあでもこの寒くなってる時期にねやっぱりちょっと皆さんにも気をつけていただきたいなって思ったしそうねあの本当に体には気をつけてお過ごしくださいそうでもう一つそうそうそうもう一つね面白いなって思ったのがこう東洋医学の考え方では何だろう春夏は結構動く時期で まあ考えたらまあわかることかもしれないですけど、冬、秋冬ってちょっとずつスローダウンっていうかペースダウンして、休む時期なんですって。だから、夏の時のようにガンガン働いてると体調崩すので皆さんお気をつけください。<laughs> なんか今の時期っていうか寒くなった時期は、やっぱり遅寝遅起き。あ、違った、間違った。間違った。<laughs> 間違った <laughs> 早寝遅起きがいいらしくて。で、ちゃんと、 もちろんね、普通に仕事しないといけない方は無理だと思うんですけど、早く寝ることを本当に心がけて、ゆっくり休むっていうことを心がけて。で、やっぱり同じような生活をしないっていうのはすごく大事みたいで。ね、なんか、ね、今まで普通に社会人やってた時は、全然ね、同じ仕事のペースでずっとやらないといけなくて、 くたくたでって。まあ皆さんも今もそうだと思うんですけど、だけどまあ早く寝ようとかできると思うので、ぜひ気をつけてお過ごしください。本当に本当にね。そう、健康があっての人生ですので。<laughs> 楽しんで人生生きていきましょう。<laughs> はい。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。はい。次はオーダーのかなオーダーの YouTube 上げられるかなうん。では、皆さん。 今日も明日も明後日も皆さんにとって素敵で幸せでそして健康な毎日を過ごせますようにそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたねー